はい、皆さんこんにちは、エルカチャンネルのショウです。あー、寒くなりましたね。もう、いやー、もう寒くて寒くて、朝も寒いし夜も寒いし、でも昼間はまだちょっと暖かいかも。今回はまたちょっと車です。で、車のエアコンなんですけど、暖房になりません。出てくる風は冷たい風だけ。今20分ぐらいエンジンつけてたんですけど、一向に温まってません。ああって感じです。左上の水温計、ちょっとしか上がってないんですよ。だから本当ならもうちょっと上がる、もうちょっと上がるんですけど、こんな感じで、調子、これだけでどうなのかちょっと分かんないですけど、調子悪いです。今からって時にあったかい風出ないのって結構辛いもんがありますよね。近々連絡してみたいとは思うんですけど、また修理になると思うんですけどね。悩みますね。困りましたね。今年の初めの方で車検受けた時に、やっぱりちょっとホース類が怪しいか、怪しいっては言われてはいるんですけど、一個ちょっと変えてもらったんですけどね。やっぱりどんどん劣化していっているところがあるから、次は隣とかって感じになるんですかね。もうエアコンつけない方がこれいい冷たい風が出てます。なので今日はまだいいんですけど、もうちょっと寒い時はガラスが曇るんですよね。で、ガラスが曇ってると、普通なら暖房を入れて曇りを取るじゃないですか。取れないんですよ、冷房なんて。で、暖気運転っていうか、その20分ぐらいエンジンかけてても結局あったかい風が出ないから、曇り取れてなくて、正直ちょっとそんな中で車を動かすんですね、ちょっと危険なんですよ。なんですけど、もうしょうがないと思っていくじゃないですか。走り出して10分ぐらいしてやっと曇りが取れるかなって感じなんですよね。だからそういうのを考えると、やっぱりちょっと車屋さんに連絡して見てもらおうかななんて思ってるんですよね。したもんですかね。まあでも悩むな。この車気に入ってるんですけどね、ちょっと考えようかななんていうのも頭の中にちょこっとずつ出てきてます。
ということで、今回の動画はここまでです。これにかかってこい。